似たような話でありますが、今日は具体事例をちょっと多めに話をします。この辺りの会社説明いいですね。で、原産地証明に関してなんですけども、これはこの前の3月にのセミナーの時もお話をしましたが、世界的に共通の原産地規則っていうのはないんですよね。これは今川さんって方、有名な方なんですけど、その方にもセミナーをしていただいたんですが、決まってないんです、まだ。ですから、世界共通の原産地規則っていうのはないんですね。大きな問題ってなぜかっていうと、輸入者がこれは原産であるねってことを認めるのが妥当ですよね。輸出者が勝手に俺がこれは原産だって決めるわけにいかないわけです。なので、輸入者が決める。そうすると、輸入者って全部の国が輸入者になり得るわけで、それも統一的なルールなんて決まるわけないんですよね。なので、決定されてないと。で、FTA みたいなですね、200ぐらいあるような国がですね、同士が全員で決めるなんてが無理だとしても、1対1の関係で決めるってことは可能性がないわけではないでしょうということで、FTA はルールが決まってますということですね。なので、ルールはちゃんと読みましょうっていうのが、大事なポイントになります。で、よく言うんですけども、原産地規則書っていうのは読みましょうねと。よくですね、マスコミはですね、協定っていうのは 1000ページあるとか、TPP は3000ページあるとか、2000ページあるとかって言いますが、こんなのいらないですよね。最初の、多分皆さんが使うところは、原産地規則書なので、若干の細かい違いが出てくるので、ここを読んでおいてくださいということですね。で、これも毎回言ってるんですが、オペレーション上の商工会議所の都合にもよるんでしょうけど、これをちゃんとフォローしているわけじゃないんですよね。まずですね、これは当たり前っちゃ当たり前なんですが、最終生産が日本、日本でいわゆるその協定締結国の中で、決まることなんですが、誰がということは具体的に示すことと、どこ で国内の生産地住所が絶対あることと、何を使ってっていうので全ての部材が書かれていること、特に化学品なんかは鼻薬みたいなものは、書かなくていいなんてルールは絶対ないので、全部書いてください。ただし、どのように生産したかってことは生産工程がすごく大事な話で、最終のところに対してですね、このバカみたいな絵ですけど、最終の工場のビフォーアフターで入ってくるものと出ていくもので、この FTA っていうのは証明が決まっていると思ってもらったらいいと。だから、その材料 A が、さらにどっから来たらみたいな話をおっしゃる方もいらっしゃるんですが、それは、基本的には関係なしでスタートしてくださいってことですね。救済措置なんかで、この前があったりするんでめんどくさいんですが、基本はこの絵のままです。これをちゃんと理解しておくことが大事です。で、どのように生産したかの工程は簡単でいいんです。何回も言いますけど、これは簡単でいいんです。なぜなら、その工場から、出ていかない限りは問題ないわけです。出ていくと問題があるので、ゼロリセットになるということですね。で、それらに対してこの条件があって原産地規則の基準を満たしているってことを証明しなきゃいけない。あともう一点ですね、積層基準っていうのがあるんですけど、これはその原産地証明書を作った後に輸出するときの話なので、今回は割愛します。で、当たり前のことなんですが、原産地規則を満たしている、この話ばっかりがですね、ハイライトされてますが、これはまず一番大事なわけですね。例えば中国から買ってきてシールを貼ってですね、原産地規則を満たしてるって言ってやってる人たち多いわけです。10円で買ってきて100円になることは今もうないかもしれませんが、そういうことで原産地規則満たしてますよねって言ってる人がいますけど、まずこれが大事なわけです。で、私もですね、いろんな経験してきます。代行業をやってて、サイナーもその企業さんに登録してもらってて、家内の数40ぐらいあるんですけど、それでやってることはありますが、申請するとですね、工場の住所ですね、工場の住所書かなきゃいけませんけど、どこであるの。でですね、Google で見たけど工場ないけどどうなってんのって言われましてですね、要するに Google で見てる人がいると。で、そんなのですね、田舎に行ったらですね、あざ何番っていうのがぴったりハマるなんてないわけで、ハマってないのも見て田んぼだって言われても私も困るんですけどっていう話をするんですけど、そういうことがあるぐらい、ちゃんと見てるということですね。嘘はついてないということですね。あと、それから、工場の地域を曲がりしているケースがあって、これ違う工場なんですけどって言われたことなんですね。それってやっぱり地図から見て、この工場だってことを見た上で、あれ違う会社じゃんって言ってきて来られたこともあると。要するにちゃんと見ているってことです。なんで、
ここの部分ですね、ちゃんと私は資料を用意しておくべきだと思います。ただこれまで全部用意されてたら大変なので、基本的には CTC のですね、対比表と、それから VA の計算書のところに書いてある工場の住所とか名前とか見て、これらを代用しているんだと思いますが、本来は、ちゃいますね。本来は、日本産であることの証明するための総務材表と生産工程表、それぞれに、まあ、生産、会社名と、それから住所が付随されるんですけど、これらがあって初めてこれに、これができるわけですね。材料のところに HS コードをつけて、初めて CTC 代表ができるわけで、CTC 代表とこれが一緒だからこっちだって話をするのもちょっとお門違いかなと。原理原則、こちら側がすごく大事な話だし、これは何かっていうと、FTA 関係なしに物を作るってことになっているわけですから、この総務材料と生産工程、まあ、QC 工程でもいいですけど、は絶対に会社の中にあるわけですよ。で問題は、これらを作ることを目指してしまっているがゆえに、残念ながら、証明を作るのが部署が違う方々が作っているケースがすごく多いわけです。つまり海外輸出分担当とか海外営業さんとかが作ってて、そこは情報をちょこちょこもらってやってるケースがあるんですけど、本来はやっぱりここはしっかりしてないとこちらがしっかりするわけないんで、右がしっかり左がしっかりしてないと、右がしっかりするわけないんで、そういうことをちゃんと見とく必要があるよね。なのでこのワンセットは私は作るように推奨してますし、今日お配りしたこの、しおりの中に一番下にですね、いろんなフォーマットがあります、世の中にはですね。ただ企業が使うって観点から、作るべきものを、まあ、総括したもののフォーマットも Excel でダウンロードできますので、まあ、それらを使って、これらがカバーできるように作ってありますので、もしよかったら使ってみてください。はい。でこれらをもとにですね、同時に例えばですね、原産証明の正しい知識持っていますか。で残念ながらですね、まあ今日もちょっと我々ユーザーサイドというかですね、体制サイドの方々もいらっしゃるので、大きいこと言ったらですね、何が書いてくるかわからないんですけど、まあ、少なくとも経産省さんとか商工会議所さんからお仕事もらってないのは私は好きかって言いますけど、本当にですね、セミナーそちら側がやられるケースっていうのは使ってほしいがゆえに同じ話が連呼されるんですよね。CTC とは何かとか VA とは何かとか、デミニマスは何かとかってばばっと書かれるんですが、本来ですね、使うための一連の流れっていうのはなかなかできてないわけですよ。で、うちらはですね、まあ称してですね、FTA 予備校って言ってるんですが、要は合格するためのツールをちゃんと使っていきましょうと。で、その中には、教えてもらえないこととか、結果的に断片的にですね、言われて、それらを鵜呑みにしていかなきゃいけないことっていうのが結構あるんですが、それらは本来は体系的にできるものなんですね。でそういうものをちゃんと持ってるかっていうこと、まあ、それがウェブのですね、勉強のツールになってるわけですから、それをちゃんとやってますかとか、それからアイテムごとにですね、証明することが理屈上正しいんですけどね、品番単位で証明した方がいいんですが、少量多品種やってる会社さんには現実的じゃないわけですよ。で、そもそも論でですね、そのことやってたらですね、もう大変でしゃあないし、その FTE に新しく担当された人はですね、もう死ぬような思いになるわけですね。そうじゃなくて、もうちょっと工夫ってできるだろうっていうことをちょっと意識を保ってやってもらいたいなと思うし、それらが間違ってるとも思わないんで、頭から例えばグルーピングすることをですね、ダメとか言わないでいただきたいなと。国とかですね、商工会議所にはですね、間違ってませんから。はい。それから、先ほども言ったようにシンプルに精度向上させているかとか、一番最近関心として持っているのがサプライヤー証明ですけど、サプライヤーさんが正しい証明をしているかどうか。この前もちょっと ある会社さんに聞いたところ、サプライヤー証明をお願いしたら次の日に反抗されて帰ってきたとか、ほんまかと。それって反抗しただけの話じゃないのかと、証明してるんかみたいな話があって、皆さんが一生懸命こうやって頑張ってセミナー会場に足運んで、いろんな私のよだ話を聞きながら、こうしていかなあかんなと思っているものに対してですね、サプライヤーさんは関心をそれしてないわけですよ。でそれでいて間違ったものが出てきてたら困っちゃいますよね。どうしようもないですね。なのでそれらに対してでサプライヤー証明ってどうやったら効率的になるのかってことは本来考えてほしいんですね。ただ問題はここに仮にですね、いらっしゃる方々がみんな原産地証明している人だとしたら、サプライヤー証明の窓口は、まあ、大概違いますね。同じケースもありますが、大概購買とか調達さんなんですよね。
その方々が一生懸命 FTA を勉強することってまずないわけですよ。でそれで余分な仕事をくれやがってっていう怒り心頭でその仕事をしてるわけですね。でそうするとですね、まあ、本当に詳しく説明してですね、ちゃんと取れるように指導できるかってまず無理ですよ。でその中でじゃあサプライヤー証明をどう正しくするかは少し考えなきゃいけないということですね。なので全体これ考えていくと、まあ、4月新しい人が入ってきて、人事ローテーション上ですねまだ配属されてないのかもしれませんけど、来た時にですねその人たちがスムーズに入って理解できて、その証明の一個一個の HS で苦しむよりは全体の流れが分かってなおかつ対応できるようなものにしていくってことをやっぱり頭の中に考えてほしいなと思ってます。まあ、それも含めて先ほどあったですねウェブで勉強できるツールっていうのは、それぞれが勉強したらそれだけのものが身につくというものにはなっています。はい、で先ほど申しましたこの話ですね。じゃ残念ながらですねなぜこれをテストをやり始めたかっていうと、FTA の研究会っていうのを月に1回やってます。今月も 来週かやるんですけど、ここでですね分かっちゃったことがありまして、皆さん一生懸命勉強されてるんですが、まあ、結果的に私らも責任あるんですけど断片的な知識は持ってらっしゃるんですけど、じゃあ証明上必要なものっていうのが足りなかったりするっていうケースがすごく多くて、これだったらまずはそこら辺を啓発していこうかなっていうことでやりました。まあ合格者も一人出たので、まあ、決してなんかめちゃくちゃひどい問題でもないなというふうには思っています。で、証明にあたってですね、我々がですね、問題を作って考えていったときに、まあ、ちょっとすごい雑な絵ですけど、セミナーで語られる、つまりこのセミナーじゃないですか、EU が始まった、RCEP が始まったっていうと、必ずジェトロが本を作っていろいろやってきますけど、それで語られることっていうのの必要な、全体で必要な知識のうちの半分なんですね。実際は断片的にですね、それぞれ指導されているときに出てくる内容とかセミナーで語られてないことっても結構あるわけですよ。でその知識をどうやって蓄積するのかっていうのは大事なことって何だろうと思うと、まあ、そういうものをまあ蓄積してる人がいたら例えば私とか TS ストラテジーのですね宇治森さんとかそういう方がちょっとなんかいっぺん集めてしまった方がいいよねっていうのがまず一点であったわけです。でそれでまあその勉強のツールを作ったわけです。それとやはり企業、最近ないなと思っているのは企業のプレゼンテーションです。企業のプレゼンテーションは、そのこと言ったらハードル上げちゃうんで怒られちゃうかもしれませんけど、やっぱり実際のところから始まっている内容っていうのがあるわけ で、そういうものから学ぶってことが何より大事なんじゃないかというので、まあ、今回、企画しましたし、今後もいろんな会社さんに、まあ、可能性がある限りお話しいただいて、シェアし合うと、まあ、その究極が FTA の研究会でございます。ここの、毎月1回やってて、皆さんご関心あれば、入ってなくてご関心あれば、ぜひともですね、ご参加いただきたいんですけども、4月も1社、プレゼンテーションしていただきますけど、そういうもので、ただに勉強し合う、ないしは、FTA 担当する人同士が仲良くなるということが大事なんじゃないかなと思っています。で、ここの部分をフォーカスして、全体を見て、証明をしていこうということですね。で例えばですね、まあ、こういう言葉があります。これがもう紙にないんですけども、FTA の原産地証明で CTC を利用することによってしたと。ただ、部材の数が多く、どこの国産かを特定するのに時間がかかっていると。大変なので、これらの方は FTA 活用するのやめたいと。こう言ってきたわけですね。実際、よく言われます。つまり、この中で言ったら、これですね、この中で材料 の原産、どこの国かということを調べなきゃいけなくて困っている。多分ほとんどの、ここに来られてるほとんどの方は、そんなアホじゃんと思うかもしれません。なぜなら、この証明においては、ここが原産であることは最初に問われません。日本産なのか中国産なのか問われません。あとの証明でどうしてもできないときにそれをやることはありますけど、それぞれの原産を証明することはありますけど、ここが問題になることはまずないです。ですが、そういうふうに思っている人はかなりいます。本当にいます。で必ず言うんです。いや、いらないですから、最初は。ずっといらないとは言えないんですよね。ですけど、いらないんですよ、基本的には。だから、これのめちゃくちゃシンプルな絵ではあるんですが、この中で材料の原産が最初に問われることはまずない、というふうに思ってもらいたい。で、こんなことも出てくるわけです。だから、こんな問題も含めですね、理解してもらおうかなと思ってるわけですね。で、それから、観光、こういったら怒られるかもしれませんけど、いらっしゃるんでね。日本商工会議所から原産判定がおりましたと。でこのことは日本商工会議所のお墨がついたということで、証明が正しいことの詐称であり、権利事案も持ってくれる。この勘が正しいかということで、
権利人に守ってくれるっていう言葉はですね、非常に曖昧な定義になってますよね。で当然日本側は一回こちらが OK した以上ですね、減産でないという結論を出させたくないですよね。だからいかにしてなんか証明できないかとかCTC でダメなら VA で証明できないかとかってこともしてくれるわけですけど、ただ日本商工会議所的にはですね、兼任規定ですね、それが正しいかどうかはですね、すごく客観的な知識を持って、対応されてます。それは冷たいようにも私は思いますが、それは当たり前のことなので、経産省も同様ですね。だから決して嘘をつくこともないし隠すこともないです。社内からこれ通しとくわっていう話のようなものはないです。はい、経費として落ちないけども、とりあえず落とすようにするわって経理が言ってくれるようなことはないです。要するにそれが、まあ、ある中で努力はしてくださいますけど、でも旗から見てる分には、お墨がついたってことはなくて、一応学校の先生があんたら勉強ちゃんとやれるのねっていうことで確認して、少なくともパッと見た目問題があれば指摘するけど、とりあえず通してくれてるっていう、最終的に結論は皆さんのところにあるっていうふうなことになります。それからですね、これはですね、私が経験したミスなんですけど、どちらかというと証明ということではなく算数の問題なんですけど、VA で減産資格割合が式位置の 40% を超えることを示して減産証明をしようとした。で、計算表を添付して日本商工会議所に申請したら間違ってを訂正しろとなった。なぜだろう。で、合計、Excel でですね、合計金額を計算したら127だったと。FOB250 だと49あるんじゃねえかみたいな話になったんで OK と思って出したわけですね。そしたら直せって言われたわけです。で、これ自身は FTA のルールとかそんなもんじゃないです。で、コストは四捨五入しちゃいました。四捨五入をコンピューターがしてるわけです。で、なぜダメかっていうとですね、パッと見た目よく見てください。合計値とここの数字の合計が違うんですよね。コンピューターでありがちですよね。どんな問題なんかっていうと、A がコストが 10.5、B が 15.6、C が 30.6、D が 70.6 で、丸めてこちら側の数字になってるわけです。これがね。そうすると合計が 127.3 になってて、四捨五入で127になってた。でも、指紋を一桁足してみてください。そしたらこれ9になりますよね。2違うんですよ。つまり計算式っていうかですね、合ってないんですよ。これ私が京都で経験しました。合わせろと。で、それでですね、思い出したんです。小学校5年生だったと思うんですけど、今は何年で学ぶのか知りませんが、これはここのところが合わないんであれば調整しろと。71を70にするとか、上大きい2つを調整して合うようにしなさい。だから、ここで言ってるところに127は間違いで、ここを調整して127にするんだったらいいですけど、本来的に129なんですが、合計が127なんで、むしろこちら側を調整すると。っていうのは学びました。確かに思い出したんです。よくそのまま覚えてるなんて知らないですけど覚えてました。で、これは本当に商工会所京都で言われまして、全部直さなあかんと。ですから、システム上ですね、合計の数字が出てくる場合はよく見といてください。出したら合計値が違ってると、違ってるやないか、この数字ほんま正しいんかって話に言っちゃう可能性ありますんで、いうのもあったということですね。これ自身はそのものが、そんなもん、その FTA の証明と何ら関係があるんかって言ったら関係ないですが、Excel シートを盲信して使うことの問題点はそこにあると。で、ちゃんと合計値が合わなきゃいけないということは言われています。で、そこから次思い出したんです。私はコンサルティング会社にいました、アメリカの。ボストンコンサルティング。これ同じ問題言われたんですよ。合計値が違う。いや、コンピューターでやりました。いや、コンピューターでやろうがなかろうが合計値が違う。ちゃんと合わせなさい。合計は正しいので、要するに要素コストの方を若干調整するということをするわけですね。ですから、そこら辺もちょっと理解していただけたらというふうに思います。席ありますか？こちらの方には、すいません、真正面なんですけど、あります。はい。なんで、まあ、こういうことも実際私は経験してですね、だから一番大きな問題は何かというとですね、これで弾かれるでしょ？やりなさいって言って。そしたらですね、チェックされる、はい、チェックされるのがですね、一番下にも落ちちゃうわけです。しばらく待つんです。めんどくさいでしょ。だから、目算もちゃんと含めてやってくださいねっていうのも実際の経験です。それから、これもですね、最近多い話ですけど、会社 X が会社 W に吸収統合されることになりましたと。でですね、WX はですね、FTA 活用に積極的で、日本商工会議所に商品の原産地登録をたくさん行ってましたと。吸収合併されましたと。
そうすると、原産品登録は、会社 W に引き継ぐことができるのかなと。でもですね、結論からすると、消える会社の証明は一から新しい会社がやらなきゃいけないです、ね、だからこれでこのせいで会社が、吸収合併をしないということは結論としてないと思いますが、そういうことも踏まえてしっかり考えておかなきゃいけないです。なぜなら会社に紐づいて全部があるわけで、その会社がなくなったら全部なくなるということとして理解してください。なのでこんな話とか結構あるんですよ。今回はちょっと周辺のものを用意しましたけど、実際の証明にあたってとか、原産地規則見たらこのタイの協定はこうなってるとかっていうのもあるので、そういうのも少し見ていってほしいなと思います。実際の証明上大事だってことも多いものですから学んでいってくださいってことですね。それから HS コードの不満、これはFTA の研究会でですね、少し前の人たちで非常に懐かしい人もいるかもしれませんが、台所スポンジの HS コードは同じですかということですね。まあ、はために見ている分には普通に皿を洗うものとしては同じように見えますよね。何か不織布が上についてて、スポンジとなんかサンドイッチになっているもので同じかなと思うでしょうけど。で、大体こういう問題っていうのは違うっていうのが答えなんですけど、本当に違うわけですよ。で、3921-13 と6307-90、まあ、下の方は日本のルールの数字なんですけど、違うんですね。で、HS コードっていうのはですね、使ってる材料が四角いかそうでないかでですね、また、HS コード違ってくるんです。で、そういうものってですね、私はちょっとやっぱり少し苛立ってるんですけど、経産省さんのホームページで、よくあるですね、税関さんのですね、輸出統計品目標ってありますよね、実効関税率表ってありますよね、この表のことをずっとですね、言い張るんですね、このことですね。ここから HS が導き出せます。嘘ですよね。HS コードは、この表の裏にある中期とか、そういうものをしっかり読まないと決まらないはずなんですよ。で、それをホームページに書いてはるんですよ。で、最近は言葉を入れたら発見できるっていうものがあります。ですが、そうじゃないんですね。言葉で入れたらできるんだったら、この結論どうなるんですかね。これ結論自身は税関のが表示をしたやつの結果ですけど、違うわけですよ。サイズだと違う。だから HS コードはなぜそうなるかは少しぐらい勉強しておいてくださいねっていうのがあるんです。ですからそれを作ったわけです。で、具体的にそういう問題を解くものがないから問題集にしたわけです。なのでこういうものも少し頭の中に置いててほしいんですね。別に HS コードを裁判するためのプロになる必要はないと思いますが、どういうことを考えなきゃいけないかってことはしっかり考えてほしいし、そういう人間を社内に複数作る、養成するっていうのも大事なんじゃないですかっていうことです。一人が知ってることがいいことじゃない、複数が知ってて互いに助け合うことが大事なのが一番大きなポイントだと思ってます。で、分類方法には正しいプロセスがあるってことですね。で、先ほどのように簡単な答えを見つけ出そうっていうのはちょっとどうなんかなと思うわけです。原産地規則もまあ、税関さんのポータル非常に便利ですけど、本来はもうちょっとなんか見に行ってほしいなと思うんです。なぜならこの部の HS コードの部の中のルールには前の方に説明が書いてあることもあるわけですよ。なので方法というか理解をした上でそういうものを使っていくってことをやらないと、簡便な方法をしていくことがいいことじゃ決してないわけですね。で、例えば類から項、号と字面から HS コードを選んでいると思います。要するに2桁が決まったら次4桁、4桁が決まったら6桁。これ間違いですから。最初に決めるのは4桁です。4桁決まったら2桁が決まるんです。これおかしいでしょ？でも本当はそうなんです。4桁が全てです。4桁と同じルールで6桁、5桁目、6桁目を決めるっていうのが HS コードの付け方の根本です。ですから世の中には間違った説明が多すぎると。これ妥当性が、まあ、結果的に調べてこうだったらええやんかっていう話かもしれませんが、それによって違ってた場合どうするのということですね。実際私も、見つけ、お客さんのやつは見つけましたけど、それによって減産性が緩くとは思いませんが、やっぱりそれは知っててちゃんとつけるのか間違ってつけるのかによっては、ここは問題ないけどひょっとしたら他で問題を起こすかもしれませんからね。で、通則のロジックっていうのは大事です。実際に裁判になることは欧米ではよくあります。その時にはどうやってこれが決まったかっていう通則っていうのがあるんですけど、通則のロジックを問われます。これ経産省のやつで検索したから、
あるシステムを使って検索したからって言ってますけど、よくよく読んでください、下の方に。うちらその結果に責任持ちませんからって書いてますからね。なんで、そういうことはしっかり見ながら、やっぱり自分たちの中で理解した上でやっててほしいなと思います。で、これが分類の実際っていうことで、まあ、先生方にいろいろ教わりながらまとめたものなんですけど、まず商品の詳細数は、これ当たり前ですよね。で、通則に従って項を分類する。項っていうのは4桁です。2桁じゃないです。で、2桁の説明は、ここにも書いてますけど、部または類の表記は分類の参照上の便宜、昔難しいこと言ってますが、要は参考にしかならないよと。そこに書いてある言葉で決めることはできないよってことなんです。で、項の規定及びこれに関する部、または類の中の規定により分類。だからこれって先ほど書いてある中の、あの説明文があるわけですけど、その説明文の中に細かく書いてます。この中にはこれが入って、これが入らない。それを読まなきゃいけないです。あのさっきの、これからこれじゃないんですよ。この先にある、この辺別中があって、中って言ってますけど、中が大事なんですよ。なので、それらをやっぱり理解していってほしいなというふうに思います。そこに関税率用解説とか分類利益などを参照して、同様の号の分類を。で、これがここまでで4桁決めたら、次はそこから5桁目、6桁目決めるということです。なので、よく言われているような商品がいろいろあってですね、実際はその HS にならないケースもまああります。なので、もうちょっと理解をしておいた方がいいんじゃないかな。以前にですね、セミナーをその先生方にやっていただいたビデオがあるんですけど、僕の宣伝して申し訳ないですけど、HS コードの方ではそれを必ず見返すような、見返せるように、使えるように皆さんの方にはしてあります。で、兼任ですね。で、兼任は、まあ、これは、3月のセミナーでも申し上げましたから、詳しいことは申し上げませんが、基本的には、原産地証明をして、原産地証明書をつけて、相手に輸入して OK が出たっていうことになると思うんですけど、それってまずは OK にしとこうという性善説から始まってですね、しばらくしてからちょっとおかしいんじゃねえみたいな話で兼任が来るわけですね。で、最近は昔からこれずっと言ってましたんで、まあ狼少年っていうんですか、狼来るぞ来るぞ来るぞって言われてたってことがあったんですけど、残念ながら一番前が空いてます。はい、兼任で、兼任っていうのは基本的にはですね、まあ、正しさの検証じゃなくて間違いの穴探しで、本当に最近兼任を経験したことがございますっていう方が結構います。本当にああこれも普通になってきたなというふうに思います。で、実際ですね、まあ、件数もかなり増えてきてますし、まだRCEP の方の兼任はまだ聞こえてこないんですけど、まあ、増えるはずなんじゃないかなと思ってまして、そのあたりどうしていくのかを考えなきゃいけない。で、これもですね、悩みがいっぱいあります。証明の悩みよりははるかにきつい悩みですよね。で、実際ですね、これですね、ごめんなさい、これハイライト消えちゃうんだな。前のセミナーではちょっともうちょっと詳しく言いましたけど、そこから1枚だけ取ってきました。ある会社さん、これ FK の研究会なんかで聞いたりとか、うちのお客さんで聞いた話なんですけど、タイから兼任が入ったと、よく調べると原産性がないことが分かったという話です。で、社内では私が責任者だと、で、担当者であったので針の後ろと。なぜなら、個人で証明してしまってるから、誰も他の人が分かんないわけですよ。そしたらお前がちゃんと何とかしとけ、なんでこうなったんだみたいな話で、まあ、鬼の首を取ったような勢いでは、そういうこと言われるわけですけど、そういうことが起こると。で、責任は一人なのかと。これ会社がやったから会社の責任なんですが、だったらもうちょっと協力すべきなんですが、問題は、ある商品を作る、例えばこれロジ日本で日本語名ロジテックっていうのかな、ロジテックが作った商品なんですけど、多分ロジテックの中の上司はより詳しく知ってるでしょう。ですけど FTA は逆に上の上司なんて知らないわけですよ。そうすると知ってる人にバン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 いいことになってしまうと。なんで大変ですよねってことですね。で、原産性を無理に証明すると嘘になるし、つまり嘘をつくっていうことをするのかって話は、これコンプラ問題にも行きますと。で、商工会社も知恵をくれると。こうだとしたら、こうした方向というのを証明できませんかってアドバイスもくれるんですが、もう証明自体がもうすでにアウトなんで、減産でない結果を認めざるを得ないと。で、商工会社と経産省に報告書を書くんですが、これがまた難儀なんですね。これははっきりとわからない、これはもうちょっとはっきりしてください、なんとかしてくださいっていうやり取りが結構あって、普通の仕事をやってながらその仕事をするわけでしょ。で、もしペケの場合だったら、ペケは対策を考えなきゃいけないわけで、対策は2回目はないのでですね、機能しなかったら困るわけなんで、それどうしていくのかってこともあると。
なおかつこの話は新しい話であり、他の人は知らないんで、どうしていくのかが分かんないということです。だったら最初からちゃんと組織とかなんか体制作っておいたら楽なのに、それができてなかったのが悔やまれるってことですね。で、結果的に減産の非を認め、再発防止策を報告することと同時に修正申告と。で、経営者はいつもなんか棒にしてくれるんだ、何してくれるんだって話になるんですが、やる気なんてもう本当起きないですって話になる。で、滞在官は別の商品でも減産性を尋ねてきた。まあ、これはそうですね。税金取れることが分かったんで、他の商品でもやれるんじゃねえかって。私だったら担当者だと思いますからね。なぜ兼任するか、税金取り返したいからですよ。特にコロナのせいでたくさん金使いましたから、国としても金が欲しいっていう話が出てくるということで、本当にやりきれない思いが出てくるんだろうな。まあ、これは一つの例ですね。他にもなんか3つぐらい前回のセミナーでお話しましたけど、まあ、これ1枚でも結構重さが伝わってきますよね。気をつけていただきたいなというふうに思いますし、そのためにはちゃんとした証明ができる仕組みと理解と、それから会社の中で誰がどう担当するかのワークフローはしっかり考えておいてほしいと思います。はい。で、兼任は怖いかっていうとですね、私なんか思うのは怖くないですよ。なぜならちゃんと証明ができてたらいいんです。問題はどんな証明をしとけば安全かってことが分かんないでしょ。分かりますかね。で、それ1回通ったら2回目も OK かって分かんないですもん。どれぐらい注力して見てるかどうかも分かんないし、たくさんのことやってるでしょうから、すぐに通すこともあるでしょうしね。なので生産工程とか総部材表ってやっぱり作ってもらいたいと思うし、それは、FTA の証明をする人が作るのではなく、本来は生産とか開発とかの人たちがよく分かってるんで、その人がまず出してもらいたいと。それに HS をつけるかポストをつけるかまた別の部署でいいと思うんですが、根本の根本たるものに関してですね、生産工程総部材表は、それが間違いないと言える人に作ってもらうべきだと思います。それからちゃんと保管、書類保管、社内的には規定があるはずなんですけど、どう保管するかも考えてほしいなと。大概の話はエクセルシートにしてるとか、とある大きな自動車メーカーさんでも、証拠書類をですね、上書きで保存してるっていうのがありましたんで、過去のどうするんだよって思いましたけどね。まあ、最近は、ウェブサービスで過去のファイルも戻れますみたいなやつがありますけど、そもそもそうやって書き直せるものが証拠書類になるんかって話になりますんで、ちょっと気をつけた方がいいと思います。それから、サプライヤー証明もやっぱどうやって確認するのかですね。で、なぜなら皆さんが一生懸命頑張って100点取っても、他の外の会社さんがポケてくださったら証明がアウトになるってことも、理解してくださいということですね。で、兼任対応は個人に押し付けないための仕組みっていうのはできてますかと。うちは FTA の組織ができたんで大丈夫ですよって言ってますが、クローズドな組織は何の意味もないですからね。この FTA の組織ってオープン組織だと思うんですよ。例えば生産工程とか、ではそちらの方に話を聞いて、むしろそちらの方がベースの資料を作らなきゃいけない。その一方で、例えばサプライヤー証明であれば購買さんが、やっていくと、まあ、購買さん手伝ってあげないと購買さんを文句言いますけど、その人たちとやり取りをする。それからオーダーっていうか FTA やってほしいのは、営業さんからですよね。海外営業とか、まあ、国内営業もあるかもしれませんが、国内営業から。で、これ兼任周りの話ですから、コンプラ問題の話だと法務とか内部統制とかそんな話になっていくでしょうと。そうするとですね、まあ、サッカーみたいなもんなわけですよ。野球みたいにピッチャーとキャッチャーだけでですね、極端に試合ができてしまうものではないわけですね。なので開かれたものにしなければ、 FTA のチーム作ってそこに全部押し込んでしまったらいいって話は全然ないんです。要するに個人でやってたものを組織名つけただけの話じゃないかって話になるわけですね。なのでやはり気をつけてもらいたいなと。そうしたらあんな問題起こらないはずなんですね。難しい話じゃないです。正しくやればいいんです。問題はそれ正しいって何って話が分かればいいと。で、特にまあ経営者にしてみたらですね、兼任が来ましたっていうのはしっかり代表者名で来るケースがあるとかですね、中身は他の人が分かんない、分かんないから他の人を作るべきだと私は思いますと。それと問題はですね、例えばサプライヤーの問題等々あった場合とか、販売して相手の先の問題がありますよね。兼任で問題があってですね、税金をですね、輸入者が払わなきゃいけなかったら、その関係はなんかその金は当然私は払いますって払ったら元に戻るんですか。戻らんすよね。基本的には戻りません。そうするとこいつらちゃんと証明しやがれへんなって話になるし、相手税関、輸入税関もこいつらは間違ってるよなって話になったら、要するに通関が速やかに行われるかどうかも分かりませんという話
話です。で、サプライヤー証明が間違ってたら、サプライヤーとの会計に付着しますよね。一回間違ってた会社ともう一回付き合いますかっていう話になるわけですよ。そうすると、ギクシャク関係いっぱいあるわけですね。でもっとギクシャクしてるのは、特に今日はフォーカスしておきたいのは、担当者の精神が削り取られると。知ってる限りで3人いらっしゃいますけど、どんな声かけていいのか分かんないですね、そういう人たちにはね。なぜなら、こんなこと全部やっていかなきゃいけないし、お目玉くらってですね、その人の責任じゃないものまで漏れなく困ったせいがあるし、顔色が土色になっているのも見えたし、大変だと思うと。だから、いかにして皆さんが、もし個人でやってるとしたら、その手をうまく離して全体でできるようにしていくってことをやっぱり考えてほしいと思うし、もうそういう人たちの顔は見たくないです。だから正しい証明をしてほしいし、正しい証明ができた場合、安心してできるわけだし、それらを一人じゃなくて複数人が、シェアし合って、それを判断するってことが何よりかにより一番大事だと思います。なので、まあそういうことをちゃんと勉強していってくださいねっていう私の中身に来るんですが、基本的に私はやっぱここに来ちゃったわけですよ。自分がサービスやってる中で、勉強できるツールがあれば勉強できるツールがあるという人、ね、参考書みたいな本があればいいって言ったら本も作りましたし、そうしたわけですね。ですからそういうことも含めて考えていってくれたらいいなと。でちゃんとこういう証明が流れがちゃんとできるように皆さんの方でしていってほしいし、まあそれをですね実際にやってこられた会社さんではご苦労があると思いますので、私の話はもうこれでパスしていこうと思いますが、本当に気をつけていってほしいなと思ってます。もしですね、ちゃんとうちができているのかどうなのか、ないしは自分の声はなかなか経営者に響かないというんだったら、監査っていう都合のいいものを使ってですね、経営者の方に訴えかける方法もありますので、ぜひともご検討ください。それから俺の知識レベルはどれぐらいなんだっていうのは試験があります。この試験ですね、あんまりね、好かれてないんですよね。なぜならですね、知りたくないんですよね、自分の力なんてね。ですが、客観視ができたら客観的なアプローチもできるということも考えてやってほしいなと思っています、はい。で以上がですね大事なポイントだということで、特にですね、まあ、最後のページになっていると思いますが、ここの部分ですね、こういう証明する前のここの部分の流れと隙間を作っておくということが大事なことですよということで、私の話は終わりにしたいと思います。よろしいですかね。ではどうもご清聴ありがとうございました。